ごきげんよう、劇団小林ライターの店です。お疲れ様です。ちょっとね、変な感じよ、変なテンションよ。雨だから？あ、それもあるけど、高島屋松山のね。で、一番行くのはもうターキーハンズね。なんで？ターキーハンズ、東急ハンズに行くじゃん、はい、うん。その時になんとなくあのエスカレーターを登ってたら、あれっていうお店を見て、フライングタイガーって知ってる？ここのお店ですか？あ、まあそうなんだけど、結構韓国製のものがあって、だから北欧製っていうとやっぱお高いイメージあるじゃん、うん、どうしても、うん、まあいいんだろうねみたいな分かる人には分かるんだろうねみたいな、高いってイメージあるじゃん、うん、でもすごいいいみたいな。で、韓国製ってさ、すごい手頃な価格で若者に受けるようなキャッチーなデザインとか、そういうイメージあるじゃん。世界に発信するというか、うん、そういうのに関してはなんかちょっと韓国の雑貨とか気になるじゃん。だからフライングタイガーってどちらかといったら北欧のブランドなんだけど、結構そういうなんか韓国の雑貨とかに感じるイメージのものも、そういう要素も結構ある。お求めやすい価格なんですよ。お求めやすい価格というかね、バカ安いんですよ。もうこれはっきり言います。もうバカってつけてごめんね、ごめんね、ファンの方。バカ安いんですよ。100均より？ああ、そういうこと言う？ね、100均っていうのは100円にすることじゃんか。あ、じゃあ言ったらそうだね、300円ショップみたいな感覚、うん、金額的に、うん。で、ちょっと今日はそのフライングタイガーで購入品紹介みたいなところからスタートしていこうと思う。ああ、そりゃテンション迷いますね。迷うんだよ、うん。まあ私がやることじゃない気はするんだけど、まあ後半分かっから、なんでこれをやり始めるかは。じゃあまず一つ目、こういうのさ。それ100均で買ったのかと思った。オーマイグロネス、いやないよこんなの。いや、ありません。アルファベット全部はないんじゃない、この大きさの。ないよ。これがね、確か300円が400円なのよ。まずこの時点でちょっとやっぱさ、北欧っぽさないじゃん、うん、逆に言えばめちゃくちゃ安いんだよね。もう嘘だろってぐらい安い。で、これもね、ちょっとね、だからどんなもんかって知りたくね。400円みたいなさ、破格の値段だったらさ、やっぱどんなもんかなみたいな。こういうんでなんか表紙とかさ、デコったらさ、押されじゃんね。これ やりたいでしょ、みんなやりたいね。じゃあちょっとやっていこうか。あ、スタンプまでついてるよ。うわ、2色だよ。2色ついてるよ。まあ、ちょっとこのスタンプのこの軽さ的にはね、おもちゃ感は否めない、うん、が、問題は使い心地じゃろ。えいや、おお、えいや、あどうすか。ちょっと待ってくださいね。えいや、おお、えいや、あ、こんな感じでゴンスな。外枠がちょっとついてますね。それごめん、俺の押し方がひどいかもしれないけど、強く押しすぎたかな。ちょっと強く押しすぎた、うん、いやー、なぜ強く、こんなに強く押しすぎたって。やっぱあれだな、こうスタンプは問題ないと思うのよ、うん、で、ちょっとさ、ゴムのさ、かすれ具合、これも逆に可愛いじゃん、うん、これね、こうやって逆にかすれる方がいいみたいなと思う、うん、ただね、インクがいかんともしがたいな。発色がちょっと、このインクがちょっと安いな、うん、あ、こっちはさ、遜色ないよ、うん、これでいいでしょ。なんかインクだけどっか別で買えばいいってことですかね、うん、インクははっきり言ってきつい。この重なるのもいいんだけど、インクってこのスポンジがきついんだよな、多分映んねんだよこのスタンプの方に。けど何、この文字のやつあんまこだわりないんだったら、400円だから安いと思う。だからこういうのがゴン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 ってあって、もうね、なんかね、ちょっとおかしいんよ。3分の1とかこのぐらいかなって値段の3分の1ぐらいの価格のものが多いんよ。おもちゃとか雑貨もやばいんよ、なんか、うん、次これですよ。電卓付きノート、めっちゃ笑っとるやん。いや、笑うよ。電卓付きノートだよ、すごくない。さあこれ何円。え、電卓付いてるから。電卓付いてるから、この分厚さです。600円。はぁ、ジャスト600円。マジか。600円なんですよ。へぇ。で、これ電卓ね、ちゃんと付きます。ちゃんと付きますっていうのもあれやけど、で、このピンクのさ、このビビットのデザインも最近流行ってるでしょ、こういうね、可愛らしいので。ちゃんとね、うん、ちゃんと使えるね。普通に押して使えるよ。使ってみて、押して。おお、なんか適当に押すけど、もう電卓でしょ。そうですね、うん、パッと必要なものの時にはね、関数電卓ではないから複雑な計算はできないけど、まあ M 機能、メモリ機能までついてて、で、オフまでついてんだ。無駄に電力使わないよ。で、なんと内側はノートなんだよ。すごくない？ 600 円だよこれ。下手したら薄い電卓だけで300円ぐらいするよ。電卓の部分で500円ぐらい取ってんじゃないですか。それ下手したら取ってもいいよねぐらいのもんだよ。でもスマホあることないですか。違う、それは俺もね、明確に違う。やってみたらわかる。ノート活の時に電卓をね、スマホにしちゃうとスマホで遊んじゃう。いや、だってそれ表にあるじゃないですか。表にあるから開いてる。気づいたの？
私に言わせてよそうなのよ、これ科学でしょ、うん、あ、計算したくなったな。こうなっちゃうんですね。ここに書いてるもので計算が必要な時やばいよね。いやでも面白いじゃん、これが、もうすでにこれがあることが、まあ、存在は面白いですね。ね、うん、だからそうでしょ、あのフライングタイガーさ、面白いんだよ。他の雑貨すげえ安いんだけど、文房具はね、あの安くする方法がすごく面白くて、あ、なるほどねみたいな。でもこれさ、正直私たちはそのノートに利便性とかまで突き詰めちゃう、まあ上級者ではないにしても、もう我々は沼の住民やんか。沼におったら突っ込んじゃうけど、欲しい人欲しいと思うんだよね。可愛いじゃん、なんかもう飾りたくないもん、この色で電卓ついてるみたいなって感じで。今ね、何回も開けて何回も触ったんだけどね、紙はちょっと安いですよ。これは最近買ったエナージェルの、これかっこよくない？エナージェルのこのブラック、へえ、スタイリッシュね。で、いろんなブラックなんだけど、これはオリーブブラック、あ、またいい色と思うやろ。緑好き以外はツッコミどころなる黒だからね。嘘、君は好きよめちゃめちゃ緑やねんて。え、そう、あれ、そう、そうでもない。うん、いや、これめちゃくちゃ緑だよ。ちょっとね、うん、こんな感じ、紙の質としては。どんな感じですか？にじんだりする？もうにじんでるね。だからまあ、なんていうのかな、こう、書き心地だとか、そういうのを求めちゃダメだよね。うん、シンプルにこれがインテリアだよ、本当に。雑貨だ。としては面白いと思う。これなんならこれがさ、あー、穴数違うのか。いや、これリフィルで入れちゃろうかと思ったんやけど。システム手帳は入るんですか？入りませんですが、まあなんかこれもね、いろいろ突っ込みどころあるけど、まあ600円なの。で、可愛いじゃん。まだお小遣いの子とかね、ありだと思う。で、次よ。問題はこっからなんや。これがメインなんや。トラベラーズノートがあったんだよ。フライングタイガーイン。え、それはただのスリムノートじゃないんですか？これはすごいぞ。割とだろ。おー。結構寄せたよ。近いよ。皮？革じゃないでしょうね。なんかプラスチックみたいななんだけど、価格が400円なんですよ。安っ。そりゃ買うやろ。400円って言われたら買うやろ。どうなっとんってならん。400円よ。まあ開けましょうや、開けましょうや。まずこのゴムもこうですから。お、なんかすごいぞ。すげえよ。これ3冊入ってんだけど、ここがもう穴が2つあってさ、2本このゴム同士があるのよ。で、それのおかげで3冊入ってます、すでに。割と良くない？で、さらに一番奥に、あー折れてるけど、クラフトファイルもある。ちょっとやっぱ違うよ、材質は。あー、はいはいって感じではある。あー、はいはいって感じではあるけど、で、これなんかよくわかんない、こんな機能もあるよ。なんかよくわかんない、こんな機能。いや、まあでもなんかあるじゃん、こうやって、これこんなんまである。おー、いや、こういうのもさ、なんかシステム心くすぐんじゃん。なんかこういうのあるのいいよねみたいな。いつ使うかわかんねえけどみたいな。どうせ紐切るんだよ絶対。でしょうね。この手の。だけど、このあるのが可愛いじゃんもう。え、これ結構悪くないよ。いや、トラベラーズノート好きな人ってさ、革好き多いから。革じゃない時点でまあ、とは思うよ。うん、とは思うけど、うん、どうですかこういうデザイン。うん、で、紙質は、やはりトラベラーズノートのもんですよ。けどね、あ、こっちはちょっと分厚いんだ。分厚いから全然いける。さっきの電卓よりはいけます？あ、うん、ちょっと紙質はいいかな。まあ好き好きだよ、うん、色ちょっと暗いからね、白にしては。要は再生紙なんだと思うんだよ。だから色はちょっと暗いね。でもこれが、だからここにゴムが2個あんだよね。こんな感じで、うん、なんかトラベラーズノートもこうなりゃいいのにとは思う時あるやん。ここ2本通っとるやなっていう。で、これはね、なんかね、もしかしたら将来的にそういうカスタマイズするかもしんない。あ、ちょっと工具がいるんだよ。だけど、やってる人はいる。うん。それはコメントでもいろいろ教えてもらってるから、できなくはねえんだけど、この2本は割とありだよ。正直、これに関して言えば、それ、本家がいいよ。間違いなくいい。うん、それはもう、ごめん。フライングタイガーのファンの方、ごめん。本家の方がいい。けど、400円だよ。で、革じゃない手軽さもあると思うのよ。逆に言ったらこの色は楽しめるわけじゃん。こういうことって革ってあんまできないじゃん。こんだけ色のデザインとか、まあこれから出るのか知んないけど。あと、革製品が似合う人似合わない人っているじゃない。自分の他に持ってるもののバランスで。革製品じゃないやつの方が、要はこういうビビッドな、こう絵柄が入ってる方が可愛らしく、身の回りのものを彩れる人もいると思う。カラーバリエーションはそれだけですか？見たのはね、うん、高島屋にはこんだけしかなかったけど、探したらあるかもしんない。だから、これ、まあ、インク以外は OK だと思う。これ多分僕飾ると思うって感じ、うん、俺これさ、ありだと思うよ。
特にその、なんだろう、やっぱ4000、5000するんじゃん、トラベラーズノート買ったら、うん、で、なんかこのぐらい整備したらさ、まあ、やっぱ6000、7000しちゃうわけよ、結局ね、うん、まずこれどうっていう、トラベラーズノートみたいなこと楽しめるし、私はね、これね、好き、ちょっとなんかで、ちょっと使いたくなるぐらい、うん、魔改造とかしてみたいよね、うん、で、どちらかというと私、このデザインね、普段持ってるものにこれがあるともうかなり浮くから、うん、それは知らないんだけど、でもなんか、革じゃないからこそできることとか試してみたいなと思いましたね。今日はね、とりあえず400円でトラベラーズノートみたいなものが売ってあったから中身を調べましたよっていう動画でした。この動画が良かったなと思う人はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ハッシュタグイマルミンで、リスナーの方が SNS で交流しております。こちらもぜひ Twitter、Instagram やってる方は、覗いてみてください。僕たちも見てます。月曜日は、おやすみラジオという深夜の生配信をやっております。10時半頃から、雑談をする、生放送です。こちらもオンライン飲み会のような感覚で、参加してもらえたらと思います。月曜日、夜更かしてみませんか？ Twitter のスペース機能も使っております。こちらはゲリラ的に、そして、アーカイブに残さない手法でやっておりますので、ぜひ我々の Twitter をフォローしていただいて、運よく遭遇したら、私たちを直接話すことができるかもしれないチャンスでございます。ぜひこちらの方も、楽しんでもらえたらと思います。とにかく私たちを応援してください。よろしくお願いします。おしまい。背筋伸ばしてる。あ、もういっす。こんなもんだな。全くボケを考えてなかった。え、まずい。いらん。これは面白くない。はい、違うんだよ、やっぱなんか、やっぱなんていうの、イレギュラーがないとさ、何も生まれないから、ただの紹介動画になっちゃう。それは良くない。そんなの求めてない視聴者が、僕たちに何普通のことやってんだって言われるから、ボケないといけないんだ。最初忘れてた。筋肉じゃないからいいんじゃないですか。いや、まあ、まさか筋肉は多分こう言うもん、ボケるって言うもん、多分あの人。そうじゃないから、俺ちゃんとボケっから。はい、じゃあいきますよ。ボケよりも早くしてほしい。オッケー。ごきげんよう、劇団小林ライターの店です。お疲れ様です。アルコール度数 5% というわけでね、雨ですな。しょうもの。うん。いや、何がですか。いやいや、はい、ね、皆さんもこれを待ってたと思うんでね、やっていきたいと思うんですけど。あ、そう、あんまりない。韓国製の雑貨とかさ、うん、シールとか人気だぜ。結構みんな買ってるよ、女の子とか。なんか韓国イコール赤いリップのイメージが。あ、おー、狭っ。針のように狭い。あなたが覗いてる韓国の障子の穴、針のように狭いよ。アコーディオンってたよ、2000円ぐらいだった。アコーディオンが今出てこなかった楽器。うん、アコーディオン。あ、これか。うん、2000円ぐらい。へ、あのおもちゃのビリヤード台みたいなやつ、このくらいの、うん、これもね 2,3,000円とかなんよ。あ、やばいん。あのスマホのプロジェクター1,600円。スマホのプロジェクター。あ、スマホの画像をこうやって壁に投影する。へ、うん、まあもちろんあれよ、あのデジタルじゃないよ、電子機器じゃないんだけど、うん、あのこう光を増強させてバーってやつ。あ、でも1,600円なんよ、うん、おしゃれな形で。やばいんだけど。まあまあ次だな。あ、もう時間ないから、時間ないから。いやいや、時間ないからって言ってもみんな待ってるから。待ってないし、映ってないから。いや、ま、待ってっから。え、あと何分。え、5分。こっからメインだぞ。トラベラーズノートあったよ。パチも。パチって言うなよ、パチって言うなよ。ま、それは怒られない感じにはしてるというか、パチじゃないよ、アシュ。いや、それトラベラーズノート側の意見でしょ。うん、ね、あのアイディア自体は昔からあるもんだから、トラベラーズノートみたいなの見つけたのよ。